先生、私があります、はい、まあ、知識について具体的になんですか、まあ、この侍塾でのメンタルのノートの見直しと、まあ、辻先生の書籍とか、まあ、おすすめの本、まあ、先生から言ったら羽生さんとかですね、まあ、一郎のとかそういう本を見ると、あと、まあ、疑問点に思ったこととかは、まあ、Facebook 等に投稿したり、まあ、先生に聞いたりして解決する、であと、まあ、新たに、まあ、そういう、まあ、DVD とか、まあ、メディア関係を購入したり、あとは、まあ、セミナーを受けたりということを考えました。で、まあ、実践は、まあ、まずは感情に気づくということです。でまず1時間に1回、まあ、時計が本当に例えば1時、2時、3時、4時の、まあ、キリのいい数字の時に、まあ、ふと立ち止まって今自分がどの状態なのかということも、まあ、考えていきたいなと。であと、まあ、具体的にはトイレに行くたびとか休憩のたび、あとはまあ仕事とか勉強でも椅子を立った瞬間に感情に、自分の感情が今どういう状態なのかということを、まあ、気づきたいなと思いました。であと一応あと1日、まあ、34個ライフスキルがあるので、一応1日1善じゃないんですけど、1日1ライフスキルを、まあ、1日朝に、まあ、今日はこのライフスキルを意識しようっていうふうにして、その1日を過ごすというふうなこともやりたいなと思いました。であと、まあ、今現状一番お気に入りのライフスキルっていうのは、まあ、常に意識しながら、まあ、実践していきたいなと思いました。であと、まあ、視野に関しては、まあ、その日一日の、まあ、実感とか、実感したこと、体感したことを、まあ、Facebook に、まあ、あのメントレの Facebook に投稿したり、まあ、それがちょっとできないときは、まあ、自分の日記にも書いたり、あと、まあ、嫁に話したり、まあ、嫁はちょっとライフスキルのことを全く分かんないんですけど、まあ、自分で言うよりは相手をとりあえず置いて、まあ、ちょっとすごい一方通行の話になっちゃっても、まあ、言うということをしようかなと。いうふうに思いました。以上です。僕はですね、はい、まあ、僕も、まあ、重なっちゃう部分はあるんですけど、まあ、知識という部分では、まあ、こういう、まあ、今日3回ですね、学んだことを復習するということを今後やっていきたいと思います。はい、で、まあ、知識の部分では、まあ、そうですね、今も、まあ、読んでるんですけども、まあ、今回この心を切り一瞬で契約芸術というような本なんかもいいと聞いたので、そちらの本も購入して読んでみたいなと思っております。実践なんですけども、そうちょっと自分でもやっぱ気づくってことをやっぱ意識できなかったりとか、やっぱりそれでパフォーマンスが下がってる部分とかっていうのが、まあ、結果的にまあ分かる部分が正直あるので、まあ、本当に、まあ、自分の中では、まあ、自分のここから自分で決めるとか、そういうのを一応書いたりとか、部屋に書いてるんですけど、一応それを読み上げてもう一回、出るとかっていうのをちょっと、まあ、もう一回考えてですね、やってる。で、あとは、一応僕は3ヶ月をめどにして、サイバーライフスキルを一つずつ磨いていきたいなと思っていて、今はちょっと僕は一応感謝っていうライフスキルをちょっと本当に真剣に学びたいと思ってるので、それをちょっと、意識しながらやっていきたいと思います。シェアなんですけども、そうですね、僕の方も Facebook や、まあ、僕も家族、まあ、親とかいるので、ちょっとこういった、まあ、メンタルの話が受け入れられるかどうかわかんないですけど、そういうのを受け入れられるんであれば、こういった場でシェアしていきたいなと思います。知識は、まあ、やっぱりこのノートと本があるので、辻先生の本があるので、それで知識の確認をしていくと。実践は、まあ、半日に1回とか1時間に1回とか、定期的に状態、心の状態をチェックできる、機械的にこの時のチェックするっていう何かきっかけを決めて、それが来るたびにチェックしていくと。あとは、全てのライフスキルをいきなりはできないので、ここに書いてあるものとか本に書いてあるもので実践できそうなものから意識してやっていくと。シェアは Facebook であるとか、まあ、せっかくこのメンバーで3日間やったので、まあ、定期的に集まってもいいかなと、あ、4人ですね、やるのでいいかなと思います。以上です。はい、じゃあね、続きいきますけど、一番難しいのはね、このシェアなんですよね。これ
まあ、一人じゃできないし、あのライフスキルを知らない人とシェアするとね、あの完璧にずれるから、要するに話も全く合わない、この知識を持ってない人、自分はフローなのかもしれないけど、相手は完璧に飲むから、何も訳の分からない言葉を使ってるなって。だから、ここは長谷川さんが言って、うん、まあ、仲間とやるのが、ライフスキルを知ってる仲間とやるのが一番いいですよ。そうすると話に非常に通ずるからね。で、今度ね、あの、まあ、知識とね、実践は、まあ、各自もそうやってもらう。いうことですけど、Facebook ページね、ちょっとここ新たに作りますから、あのこの回からの Facebook ページを、ね、秘密ページを作っていくんで、ね、で、ここにもちろんバンバン投稿してもらっても構わないんでね、まあ、むしろバンバン投稿してほしいんだけど、ね、やってくださいね。で、ちょっとね、今回は最初からもうルール決めますから、この Facebook の秘密ページに、ね、投稿するルールね。これはもう、プラスのことしかね、投稿してはいけないっていうルールを作ります。プラスルール。プラスルールね。要するに愚痴とかそういうことは一切投稿しないということですね。この感じではね。これは今回はもうちょっと最初から徹底させます。で、まあ、理由はね、あの、四大ツールの話ですよ。四大ツール。思考とね、言葉とね、あってね、四大ツールですね。そのね、四大ツールでやっぱりこう言葉っていうのはね、派生しちゃう。せっかくライフスキルでね、要するに心の状態を自分でフロー化しましょうっていうグループなのに、ここに愚痴とか入れちゃうと、マイナス入れちゃうとね、派生するんだよ、ね、マイナスの方が強烈ですから、完璧に。だからね、ここも池というのはね、この Facebook の池というのね、ここだけはもう絶対プラスでね、波動させたいっていうのがあるんで、だから、この Facebook ページを開けただけでフローになるようにしたいんですよ。この秘密ページをね、押しただけでね、フローになるというようなページにしたいんでね。まあ、理想的にはね、朝起きたらもうすぐ入れちゃう。今日も自分の子は自分で決めるぞって、その一行でいいんですよ。他のこと何も書かなくていいから、今日も自分の方を自分で決めそうで押しちゃう、投稿しちゃうって決めちゃうんだね。それは365日やってたら、ね、慣れてくるんだよっていう感じで、使ってもらえば、ね、いいかなというふうに思います。ここまで、うん、だからね、あの一番最初に作った Facebook ページっていうのはね、まあ俺をもうちょっと大会してるから、これも入ってないから、ね、一番最初に作ったやつね、うん、だからね、ここの新しいやつを作ってね、ここで新たにまたやっぱり始めた方がいいなというふうに思ったんでね、うん、だからもうプラスの投稿ルールとします。ここプラスルールにしますね。プラスルール一言でも構わないからね、今に生きるとかね、そんな感じで、ね、そんな感じでバンバン使ってください。で次ね、で、このね、あの、シェアの仕方を踏まえた中からね、まあ、いろいろちょっと考えてはみたんですけどね、まあ、こういう形で、ちょっとこれ配ってみて、継続していこうかなというのが、まあ、これからの、まあ、ですね。じゃあ、ちょっとね、これを説明していくと、あの、上の文章はちょっと置いといて、下の具体的にからちょっと真ん中ぐらいの具体的にはっていうところをちょっと見てほしいんですけどね。具体的